爽やかな秋晴れのもと、走っているのは服役中の受刑者たち。松江市内の刑務所で今日、運動会が行われました。収容されているのは、窃盗や覚醒剤など、刑期が10年未満の男性の受刑者たちです。伸び伸びと体を動かせる機会というのはなかなかないものですから、すごくその、ストレス発散の場であると思いますし、他の人とよく話す、そして気持ちで話すというすごく機会、大きな機会かなと思います。コロナ禍もあり、5年ぶりに開催された運動会。受刑者たちも久しぶりに体を動かせるとあって。学生の頃こういった行事に参加してないっていうやっぱり受刑者が多いと思うんですけど、それを今楽しんでるという形ですね。走り出しが早い、走り出しが早い、自信を持って、さあ割れるか、割れない、割れない、割れない、割れた。近年の犯罪者の減少を受けて、10年前、1000人以上が収容されていた松江刑務所も、今は250人ほどに減少。1日かけて行われていた運動会も、午前中のみの開催に短縮されました。それでも。これを一つの区切りとして、来年の運動会がまた目標にもなりますし、みんなのモチベーションにはなっていると思います。受刑者たちの食材と更生に向き合っている刑務所。松江刑務所はこうしたイベントを通して感謝の気持ちを身につけ、再犯防止につなげてほしいとしています。